ここで質問なのですが、研修生発表会の自己紹介で尊敬する人物を紹介する場面がありましたが、うんうん、はい、今日はその理由について知りたいです、はい、うん、で私久保田が佐藤正樹さんとお父さん、うん、で佐藤正樹さんはその、うん、なんて言うんだろう、本当に陰での努力がすごいなって私は思ってて、うんうんうん、私がそのレッスンをしてた時に朝佐藤正樹さんに会って、うん、なんか パソコンでずっと映像を見てたんですね。へー、その、うん、確かなんですけどなんか先輩の映像を見てて、うんうんうん、でレッスンが終わったら、うん、同じところをまだ見てて、なんか佐藤さんってすごいそのなんて言うんだろう、ハロープロジェクトって、うんうん、ここの曲のここを大事にしなさいみたいなのを、うんうん、歌の先生から教わる時も言われたりするじゃないですか、うんうん、例えば歌う前に N をつけるとか、うんとか、うんうんうん、そういうところをすごい受け継いでるのを、うん、なんかそのもともと歌ってた方のを見た後に佐藤さんのを見たりするとすごい感じて、あ、本当になんか努力がすごい方なんだなって思って、私ももっと頑張らなきゃって。